一番バレたのは朝だった。朝が右で抜いた時に無理やりでも朝ガチャシュート見たかったな。クロスにして誰もいないとこに蹴ってたけど、朝みたいなスタイルは意外とリーグ関係なくやれるのかもしれない。朝が竹超えるとはさすがに思ってなかった。竹線寝てたんだ寝顔。そしてソシエダ遊兵コースなんだ。スピードって腐らないような前とかもスコット以外でやってみてほしいな。竹なんか悪いことしたの？特にいいとこなくソシエダ負けたんやろ。見てないけど前上竹見とかも渡すがこれでいけるわね。土曜日は最高の開幕と思ったけど今季これ日本人やばくないか。水戸は帰ってきたがスペなので今後不安あり。鎌はまだこれからとしても綿は干される可能性大。竹は厳しい。ソシエダと一緒に沈みそう。安定した活躍が見込まれるのはモナオーで丈夫な滝だけだな。ハグ朝あのユニの下バキバキなんだよな。身体能力だけならマドリーにもそうやられないわな。朝や前はなんだかんだワールドカップでも通用した上はダメだ。アジア格下戦でチームで出れない奴は出すな。ハリルがホンダ外して浅野を重宝してたんだから当たり前だろ。現代サッカーは前線の守備と速さなんだよ。あの頃の浅野ひどかったから当時ボロクソだったけどなんだかんだハリルは見る目あったなう。誰も興味ねえよ。エムバペしか見てない。岡崎と似てるわ。岡崎にフィジカルとスピード足して決定力ごっそり引いたのが浅野。一番なくちゃいけない奴がごっそり引かれてるやん。でも一番大事なとこで決めてくれたからな浅野。相手が強い時はカウンター発動するからいけるのは知ってる。マジョルカは合いそう。よく走るし謎の決定力もある。前田もリーガとかでハマりそうだし移籍してほしい。こんなんでキャッキャしなきゃいけないのか。去年より前に比重を置いて攻めるサッカーになったから浅野ハマると思う。今季はソシエダより面白いかもしれないね。格上に対してドン引きサッカーするなら浅野のスピードと守備強度は重宝するけど問題は相手が同格かそれ以下の時だな。現代サッカーは筋肉量だからのう。浅野が久保よりはるかに優れた選手であるのは言わずもがな。体も結構強いし対人守備でもちゃんと戦力になるからな浅野。